らいに落ちちゃってて、そこからね18位とかになった。みやびちゃん、みやびちゃんだよん。そう、頑張りました。神ありがとう。でもレモンさん、ありがとうございます。神レアのダイヤモンド仮面出た。あ、出ましたよ。あれって何ですか、ね、あ、そうそうそう、なんか光るボールみたいなのもらえると思うんですけど、順位連番になってた。いいじゃん、スクショしといて記念に。そう、それで何だろう、魔人じゃないけど、なんかそういうのを呼び出せるっていうのがあるんですね。そう、そこでリクエストチケットもらえたりもできるので、そう、あ、博多ボール、そう。ちょっとごめんなさい、それだけはね、どうしても名前覚えられなくて、はい。そう、博多ボールっていうのがなんか紫色とかいろいろね、色だけにいろいろあると思うんですけど、そう、まあ合計で何個貯めるとお願い事ができるみたいな、そう、ドラゴンボールっぽいやつ、そう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 、がありまして、でなんかすごい声ガラガラになっちゃった急に。そうで、一定の個数貯めてもらえると、博多民とかリクエストチケットとかいろいろ交換できますよってやつがあるので、そちらも忘れなくお願いしますっていうのも言いたかった。つがいたあけさん、ありがとう。だるまちゃん、ゆずちよさん、ありがとう。かみ、どうも。なんか急になんか声が乾燥ですね。みんなも気をつけてね。体調悪いとかでは全然ないんで大丈夫ですよ。そう、ね、なんかすごいカラッてなっちゃうね、乾燥ね、しちゃうよね。うん、ということで、あ、でもこれはまあ15分経ってからもまた出すんですけど、明日の神レアタイムというものがまああるんですけど、ぶーちゃんさん、ありがとう。なんかなんだろう、ペンライト、ありがとう。そう、明日はちょっと縦書きにしました。ドデン、多いんです、明日神レアタイムが。なんと今日とか平日だとずっと同じ時間だったと思うんですけど、そう、明日多いの。7個ですかね、1,2,3,4,5、3、6、あ、ね、7、そう、明日こんなにあります。最初、また後で説明というか言うんですけど、最初は7時半から8時半で、次が、10時から11時で、次が12時から13時で、その次15時から16時で、次が17時半から18時30分で、次が20時から21時で、最後が22時から23時50分となります。そう、全部でも頭の時間さえ覚えてくれれば1時間っていうのは同じなので、はい、お願いします。あ、5時半から新しいカミレアのボスが出てくる、あ、そうなんだらしいです。ありがとう、教えてくれて。なのでここですね。じゃあここはめちゃくちゃ貴重というので、あ、 LINE はもうね、設定しました。はい、何事もなければ明日また LINE 来ると思うので通知オンにしといてください。はい、こんな感じです。また後で出すね。はい、決まった時間でしか参加できんかも。いやいやいや、全然ね、やってくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しいですから、何かあったら困るのよ。わね、カチューシャかわいい、ありがとう。シューさん、ありがとう。神、どうも。アイテムないと倒せないよね。ね、まあだんだんね強くなってきますからね、敵も。
しゅうさんありがとう、タオルもどうもです。難しいよね。なんか私もね使い切りそうな感じがする。特攻ハンマーなかなかもらえないのよね。みやびちゃんのその服大好き。あ、知ってる、だからちょっと着ちゃった。そう、のんちゃんが好きって言ってたなって思って。私あのみんなが思ってるより私みんなのこと好きなので、そう、あ、これ誰々さんが好きって言ってたから今日着ちゃおうかなとかありますよ。ともちゃん神ありがとう。けんぞうさん、ともた隊長さん、ハートありがとうございます。あとなんか輝きみたいなのもありがとう、ともちゃん。ありがとうございます。そうそうなんですよ。カチューシャはヘアバンドと言ってしまった僕に博多ミンください。なんで？あげないでしょそれは。元隊長さんありがとう、ハートどうも、ハート畑や。もうそれ恋じゃん。いや私はねすごい本当にみんなが思うより本当に大好きだから、そうそうなんですよ。はい、なので自覚してください、みんなも。愛をね受け止めてくださいね。あー、たくさんありがとう、本当にありがとう。自覚します、よろしくお願いします。めっちゃ告白された。初めてですね、人生初の告白をみんなにしちゃいました。で今回虹色仮面が全然出てこない。え、でも私ね今日さっきやってたらさっきの神レアタイムの時なんか結構出てきましたよ。運ですかね、なんかそれも。頑張ろう、出る出るって思ったら出るよ。本当隊長さんありがとう、ハートたくさんラブー。ゴリーラさんも神ありがとうございます、ありがとんかつ。運だね、運運。なんかそれ私が最初になんか言った感じがしなくもないので、ちょっと似てるなっていうのは、私のあのパクリみたいなのはねちょっと私許せないので、ちょっと3点ぐらいですかね、みやびだけに3点はあげます。で直してください。あ、スタバ飲んできた、めちゃくちゃ混んでた。え、あの新作ですか、あれってもう終わっちゃったの？3点。もう泣けなしのね、もう心で3点をあげました。あれって終わっちゃったの、スタバのあのお餅のやつ。リスペクトはダメですか？リスペクトは全然いいですけど、そうですね、まあ、文面からでも読み取れちゃう感じのパクリ具合とかだったらすごい点数は低いです。はい。ハンナ、ハンナさんありがとう、神どうも。全然ね、リスペクト嬉しいですよ。何の話してたっけ、忘れちゃった。リセットの感想書いてる、結構な長文になるかも。いや、あの長文どんとこいなので、リセット公演見てくださった方もしよかったら感想待ってます。全然ね受け止めますよ。もう新作じゃなくて抹茶フラペチーノ飲んできた。おお、あ、お餅終わったの。え、あー、今バレンタインだからチョコ、終わっちゃったんだ、早いね。なんかお餅は私好きなので、そうね、ちょっといいなって思ってたんですけど、まあ仕方ないね。釣らないでよって釣られちゃった。嫌味の湧きますか。おいで、いつでもウェルカムですよ。早く飲まないから。普段どこか行きつけのお店の店員さんとお話しすることある？いや、店員さんとお話とかはないですね。
ある？逆に行きつけのお店自体がまずないかな。チョコ飲んだ、ああ濃いめ、あそうなんだ、ちょっと苦手かもしれない。逆バレンタインしちゃいますよ。えどんとこいですよ。カナリアさん神ありがとう、ケンゾーさんおハートありがとうございます。そうチョコね、嫌いじゃないんですけど、ちょこっと嫌いじゃないみたいなね。今日もなんか絶好調じゃないですか。ね、ちょこっと苦手みたいな、苦手というか、なんだろう、濃すぎるやつはちょっと苦手なんですよね。ちょこっとね、チョコだけにうまい。40点、あそれ40点満点ですよね。ありがとうございます、満点いつもいただいて。お餅はどうやって食べるのが好き？え、お餅はね、普通に醤油つけるのが好きかな。80点、あそれも80点満点ですよね。ありがとうございます、みんな今日満点くれますね。ビターチョコは苦手、いや逆にビターチョコ好きですよ。私カカオ 75% みたいなやつ食べますよ普通に。なんかね、どうしても甘いもの食べたいっていう時とか、その 75% のやつとか食べる。アーモンドチョコは食べれる、あーうーん、ものによる、あでもアーモンドはいけるけど、マカダミアがいけないかな。そうマカダミアナッツとか、他なんだろう、ちょっとナッツはねあんまり得意じゃないですね。きなこ餅好き、あーわかる。マカダミアナッツいけないの？いけない、無理かもしれない。いや全然食べれないわけではないけど、好んでは食べないかな。あとピスタチオとかが苦手かも。洋服屋さんの店員さんに話しかけられたらどうするの？え、あそうなんですね。みたいな感じですね。ありがとうございますみたいな、なんかね、ちょっと緊張しちゃいますよね。ピスタチオ、そうなんかだからね、ピスタチオ味のアイスとかもちょっと苦手なんですよね。というか買わないかな。なんかそれもピスタチオも食べれないことはないんですけど、そうホワイトチョコが好き、あーいいよね。私いちごにチョコかかってるやつめちゃくちゃ好き。そうあれ美味しいよね。でもあれはちょっと苦手かも。オレンジにチョコがかかってるやつ、オレンジェットですっけ。そうあれはちょっとなんか大人な味じゃないですか。まだ子供舌かもしれないのでちょっと苦手ですねあれは。ピスタチオネットで1キロ買う、え結構じゃない、すごいね。わかるね、ちょっと私もあれね、ちょこっとね苦手なんですよね。そう何回も言いすぎるとね、ダメなので、もうこれぐらいにしときますね。ということで212日です、ありがとうございます。イエイイエイ。鈴鹿ちゃんありがとう、ハートどうもこんばんは、ありがとうございます。212、下から読んでも212です。あそうだ、半になったらシール開けますね、イエーイ。おめでとう、ありがとう。ん、子供といえば昨日の写真、ゆいなちゃんとの並びなんかじわった。リセットのあの時ですよね、集合写真というか記念の写真のやつでしょ。そう私もね、おーって思っちゃった。なんか嬉しかったね、おめでとう、ありがとう。ん、デパートでチョコレートとか美味しい食べ物のフェアしたら行ったりする？あんま
まり行かないかな。なんか昔は行ってたかもしれないけど、そう最近は行かないかな。なんか気づいたらもう終わっちゃってるってことが多い気がする。サイナスさんお疲れありがとう、どうも。でもなんか前ね、もう結構前に終わっちゃったんですけど、 ASMR 展みたいなのがあって、そうなんか ASMR でなんかいい音がする、なんかパキッとかシャリッとかいい音がするお菓子が結構売ってるフェアみたいなのやってたんですけど、それは行きたいなって思って行かなくなっちゃった。結局ね。うましかさんありがとう、うまパカラです。何する、なんかねいい音がするんですよ。なんかなんだろう、例えばなんかチョコレートでなんかすごいもうパキッって音がすごい響き渡るみたいな、そうあったんですよ、そういうフェアが。なんかあと琥珀糖とか有名じゃないですか、そうそれとかも売ってるよみたいなやつ。サイノスさんありがとう、星でいいのかなこれ、輝きありがとう。そうでも不思議なフェアねよくやってますよね。ね、でも私ね、そう不思議なもの関連で言うと、あの宇宙グミっていうんですか、あれね、そう食べてみたいですね。そう一緒に行こうよ夢の中でね。そうあれ食べてみたいですね、宇宙グミ。なんか本当になんか個包装になってるやつで、宇宙、地球グミか、地球グミかも、あそうだそうだ地球グミだ、そう地球の形をしてるグミなんですけど、そうそうあのすごい色なんですよ、もう本当に真っ青と緑となんちゃら糖が入ってて、コンビニで売ってた、すごっ、そうそれはちょっと気になってる。212日おめでとう、いいよ。ありがとうありがとう。食べたことありますみんな。そう ASMR 見るのは好きなので、そうそれ関連の食べ物とかは食べてみたいなって思っちゃう。何味なんだろうね、何味だろうね、え食べた、えそうなんだ、へえ、美味しいのかな、まあ美味しいんじゃないの、もちもちしてて中にイチゴっぽいの入ってた、えあそうなんだ、中に何か入ってるのね、へえすごい、イチゴっぽいのあるのは美味しそうかもしれない、めっちゃ甘い、あーじゃあちょっと甘いの苦手な方はちょっと厳しいかもね。グミは何味が好き、グミ、え何味でもよく買うときに買うのはカムカムレモンとか、あれグミじゃないか、ガムか、でもピュレグミとか買うときもそんな感じかな、柑橘系とかが好きかも。てんさん神ありがとう。どうも甘ーい。かなー、あと果汁グミとかだったら私はぶどう味好き。好きなの固めグミ柔らかめグミ、あーそこね分かれますよね好み、私はね固めが好きかな、なんか食べてる感あるから好き。あのすごい四角いやつがあって、そうそれ好きですね。つけ麺さん神ありがとうございます。お一緒、おーいいじゃんいいじゃん、ドンキで見たけど食べたいとは思わなかった、まあね色がね青ってなんか食欲なくすんですよねって思ったら、私今日真っ青ですよね、これも青だし服も青い柄だし。私見てたらみんな食欲なくなるかも今日はね。ね、なんか実験とかでありますよね、なんか青いメガネをつけてご飯を食べるとなんかお弁当の減りが遅くなるみたいな、そうあるらしいですよ、
そうちょっとやってみたいなって思ったけど、でもそう私ね、そうあの思い出した、そうそれで思い出したんですけど、そうメガネで思い出して、そうなやらかしちゃって、本当にもう今ねパリパリのやつグミッツェルだけ、あそうそうそう、パン屋の店員さんありがとう、神どうもんみやびちゃん見る直前にお菓子食べちゃった、大丈夫だよ。そうあのね、そうやらかしてしまって踏んでないんですよね。あのまずね踏むことすらできなくて、そのもうなんでかっていうとないんですよ、あのメガネが見つからなくて、そう本当にあの私いつも置いてるところがあるんですよね。そうでそこに置いて置いたんですよ、本当に絶対置いたの、でもなくて、そう健三さんありがとう、ハートどうもです。だからもうレンズを割ることすらできないんですねそう青いカレーあるけど味は普通、あーそうなんだ、えい、もうなくしちゃったの、もう本当にもうねまたって感じで、メガネの家で本当ですよね。ねだってあの視力が変わったから新しいメガネね作ってそれずっと使ってたんですけど、そうなくなっちゃったの。そうもう本当にいろんなとこ探したんですけどね、もうこたつの中とかも探したし、そうねなんでだろう、まあメガネってなくなりやすいですよねじゅんちゃんかわいい、ありがとう、どうもメガネにメガネ、いやそれはね5点ぐらいかな、ちょっと今日は厳しめですね。冷蔵庫とか、いやない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 、あんまり開けてないから冷蔵庫、そう頭の上には乗ってないねキャットタワーの中、ないですねぱっと見、言うと思ったでしょ、うん言うと思ったそうないんですよね、今ちょっと見てるんですけど、キャットタワーもないしプリを間違えて食べちゃったって普通に洗面所、あー隙間に落ちちゃったってこと、それは確かにありえるかもしれない。カバン全部見た見た、あのというかあのなんだっけ、多分制服の目の時にだからあのコンタクトつけていったんですよね、だからあの本当に家には絶対にあるんですけど、そうじゅんちゃんかわいい、ありがとう、健三さん輝きありがとうございます、サイノスさんペンライトありがとう、布団の下ない、あの布団にはの付近には持ち込んでないから、ゴミ袋に落ちてそのままポイしちゃったとか、いやそれもないですね、そうないと思う、そうそこら辺には置いてないので、そうでもねあの見たんですよ最後、そう合格基礎踊れば出てくるよなるほどね、じゃああの今からねあの頑張って行きましょうか、なるほどね、洗濯物の中、いや本当に洗濯物は昨日というか洗ったし、上着のポケットはないですね、入れてないね、本当不思議だよね、枕の横、いやないですね、冷蔵庫の中そう開けてないからない、ほんと困る、カーペットの下とかはもしかしたら入れるかもしれないけどって感じ、ベランダで干してる時に飛んでったとかいやベランダに出てないから違うんですよね、こうしてない場所行っていけばやがて見つかる、ああそういうこと、ああなるほどね、潰していく感じね、
靴箱、いやそこには行ってないからない。服の収納でもそれはちょっとありえるかもしれないんですよね。服の収納のところか、そうですね、うん、もう一回こたつの中見てみるとか、そんな感じかな。玄関やキッチンには持ち込んでない、ありえるの中ないかな。ありえんってね、なんちゃってみたいな。すごい冴え渡るね今日はね。そう、アウターのポケットはないかな。ありがとねみんな、なんかすごい探してくれて家の中にある、絶対家の中にあると思います。そう、あのなんかあの事務所で忘れ物とかしたら誰かしらが写真撮ってくれて、あの忘れ物ありますってなんか LINE とか来たりするんですよ。そう、いや捨ててはないですね、見つかるの祈ってる、ありがとう祈っててください。そうね、なんでだろうね、よくなくなっちゃう本当メガネって。でもまあね、みやびちゃんラビリンス頑張ってね、微力ながら応援してます、ありがとうありがとうございます、ファイトありがとう。あおいちゃんさんもだるまとハートありがとうございます、どうも。ハートありがとう先入観持たずに片っ端から探すしかない、あーなるほどね。見つかったらメガネ配信待ってます好きメガネなるほどね、まあ掃除ついでというかそれで探してみますね。あとそう、みんなに聞きたいことがあって、そう前髪切るか迷うんですよねっていう話をしたかったんです。そうまたこの子前髪の話してるってなると思うんですけど、そうどうでしょう今、なんか今はね巻いてるんですけど、そうダメ切ったら短くなっちゃうかな。あおいちゃんさんありがとうハート、どうも切る迷っちゃう、どうしよう、だってあれですよね、23ですもんね次のあれが、あの公演がね、だって今日入れて 1,2,3,3日間、もう結構伸びたの、え結構ね今ね巻かないとね多分押さえたらこのぐらいですかね。そう、うん、このぐらいになると思う。リセットの前髪良かった、綺麗だった、え嬉しいそうワックスとかをね初めて使って束感出したんですよ。そう右目の上が少し長い、右目こっち、あそうそう、ここら辺ね私すごいね生え癖があって、そうあのねこっちがねすごい全然うまくいかないんですよね。何センチぐらい切るの、いや切るとしても目と眉の間ぐらいでっていう感じにしたい。千秋楽考えたら切るなら今、あ本当だそうですよね、あーどうしよう今可愛いのに、え嬉しい姉ビームの意見はね聞いてないですね、まだ切っても大丈夫、お切った方がいい、あでもなんか切った方がいいっていう意見が多いね。確かに千秋楽あたりになると忙しくなるからね、確かに確かに切るなら今かな、でもあさってとかでもいいのかな、どうかなっていう話でした。分けることもあるの、あー分けることはでも最近ないかな、なんかもう髪の毛下ろすのにハマっちゃったというか、こっちの方が似合う気がするので、そうって感じかな。まあ難しいですよね前髪とか髪の毛の問題って。もうおでこかなおでこだし、みんな好きですね
ね、したことないからね、まだ。どっちも似合ってるで、ありがとう。前髪勝手に分かれます。いや分かる、私も本当にさっきも言ったんですけど、ここが分かりやすくてね、ケープすごいしないと分かれちゃうんですよね、相性が悪い。おでこ出しかね、涼しそうですけどね。まあその時のコンディションかな。ケープの紫のハードなやつ、いやそれ以上にねハードなやつがあって、黒いのと、あとなんかねミストタイプのやつがあるんですよ、ケープで。それねめちゃくちゃガチガチになりますよ、すごい。本当にもう今日はもう何が何でももう微動だにさせたくないって時はね、そのミストタイプのやつめちゃくちゃいいです。黒いやつもなかなかに強いんですけど、でもちょっとあの後でお直しとかしたいかもって時は紫か黒の方がいいかなって感じです。ケープ劇場にたくさんストックされてるの？いや公演の時とかは借りるので持ってってないかな。たまにメールで来るデコ出し写真よき。おお、よかった。そう、メイク後の写真とかたまにねメールで送ってますので。たかちゃん、かまなしさん、ありがとう。神どうも。あ、30分過ぎてる。シールを開けましょう。どうしようかな。じゃあ一番上で。取れない、取れた。はい、これにします。開封の儀。これはかぶりましたね。待ってね。あ、当たり入ってるかと思った。はい。そう、これみんな、これ出た時に怪しいって言ってたやつですね。これになります。ニャピリチュアルカウンセラー、ミケコ。全猫、ニャピリチュアルカウンセリング協会所属。答えはいつもあなたの中にって書いてあります。ニャピリチュアル5箇条。1、またたびを横取りされても許しましょう。1、そばにあるかつ節に感謝しましょう。1、愛のある泣き方を心がけましょう。1、爪を立てたら立て替えされるでしょう。1日1回、誰でもいいから褒めましょうですね。裏こんな感じ、ちょっと見えにくいのでインスタのストーリーまた載せておきます。答えはいつもあなたの中にってこんな感じでした。ありがとうございました。ニャピリチュアル、あ、こっちじゃない、こっち。ニャピリチュアル、最後いいこと言った、ね、褒めるのはね大事ですね。女の子のやつ初めて見た。ああ本当。そう、2枚目かな今のは。そう、なかなかに結構かぶってきましたね。でもこれ全40種なんですけど、そう、半分はもういってるんじゃないかな。そう、免許証風カードがなかなか出ないからそれで揃わないっていうのはあるけど、そう、ともちゃんありがとう。輝きどうもです。一日一回ビームを褒めましょう、よろしくお願いします。ね、メールの返信とかも見てるのでお願いします。収納するファイルいるかな。あー、カードはね、なんかカードケースみたいなのに入れてます。そう、奥が深いやつ。奥が深い、そこが深いか。奥が深いって。そうそうそう、それに入れてますね。でもいいですね、パラパラってめくれるやつがあったらいいかもね。
かな。ある意味奥が深い。まあね。ある意味ね。ね。かな。言いたかったことも言えたし、そう最後らへんでまた神であの告知もするので、そう明日あのまた LINE の設定したので、そうですね、あの通知オンにしといてください。明日結構うるさいかもしれないけど、そうあのあ、しかもあれ分かりました皆さん、あの LINE、 私の公式 LINE、 あのアカウントじゃない、アイコン変わってるんですよ。最新のアーシャにしてもらったんですよ。そうあのできますかって聞いたらできるよって言われて、そうあのしました。わたっちさんありがとう、輝き、みつさんハートありがとうございます。そう最新のアーシャになったの、いいですね。そうでもね、そうあのアーシャね、あの三つ編みしてるじゃないですか。そうアネビームとかは全然いいねって言ってくれたんですけど、そうあのママビームがね、なんか田舎臭いって言ってきて、そうすごいへこんでんですよね実はね。そうあの裏話というか、そうなんで三つ編みなんかにしたのみたいなのすごい言われて、そうでもアネビームが褒めてくれてたから、そうまあなんとか心をね、あのなんだろう、平和にできたんですけど。そうもうすぐ新曲ね出るから変わるかもしれないよね。そうどうしようね、次の髪型ね何にしようかなと思っちゃう。ね、メンタル保てたのか。そう保てました、ちゃんと褒めてくれる人がいたから。わたっちさんありがとう、おもちごち。そう普通にストレートとかのが良かったって言われたんですけど、でもね、あの昇格してヘアアレンジ OK で初めてのアーシャだったから、ヘアアレンジしたくてね、そうなりましたね。そう迷っちゃうね、プロのカメラマンさんが撮ってくれるの。そうですよ、そうよ。そうアーシャといえば、はい、 CD デビュー10周年グッズが売ってます、イエーイ。すごいちょっと強引ですけど。好き好きスキップの衣装の私の生写真とスタンド、アクリルスタンドがあります、発売中です、よろしくお願いします。一家に一人みやびをお願いします、長野みやびを。ポチりました、あ、見た、ありがとう。買った、あ、ありがとう、届くの楽しみね、いろんなとこに私をね連れてってください、ヨロです。ゆうさん、ハートありがとう、どうも。そうジャパネット、今ならなんと15分以内にお電話いただいた方にはもう一個プラスで差し上げます。ね、っていう感じですね。どうもって。いえいえ、料金は2倍。それ普通じゃないですか。マーキュリーに電話してくる、ちょっとねそれはやめてもろてね、このあとしょぼくれちゃうんで私が。手数料無料かもしれないよ。ん、ミヤビームポーズかと思ったらダブルピースだった。そうでもね、あの生写真の時にね、あの前まではねミヤビームポーズしてたんですよ、ミヤビームって3で。そうあのね絶対に採用されないっていうのがね、
分かってしまったのでちょっとやめましたね。はい。そう、一回も採用されたこと多分ないと思う、生写真とかで。そうなんですよ。そう、不採用になるんですよね。だからまあなん、それだったらね、不採用になっちゃうんだったらハートとかなんかね、ピースとかの方がいいのかなって思って。そう、現実というかね、まあそうですね、知りましたね。諦めたらあかんで。もうしつこくやってたら一回は使ってくれるかなって感じですか。むしろ買いたいのに。ね、そう言ってくれるのはね、嬉しいけど。サイノさん、ありがとう、ハート飲もう。もっと押してこう。じゃあもう次の生写真ね、どの角度でもちょっと角度変えたりするじゃないですか、右左真ん中って。もう全部でミヤビームやっときますね。そうしますね。やったもん勝ちですからね。採用されなくてもオフショットとしてデータもらえる感じ。いや、データでもねないんですよね。そう。そうなんですよ。ヨッピーさん。ATレックス、ありがとう。神どうも。自分のグッズ家のどこに飾ったりしてるの？なんかグッズ収納スペースみたいなのがあるから、そこに収納するだけって感じかな。あの衣装ってデビュー時の？そうですよ。そう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 。ね、そう、データでもね、いただけないっていうことがちょっと分かったので、そう、まあね、まあ学んだというか。もう幻の写真。そう、もう本当に採用されたらもう幻ってね、感じですね。みやびちゃんのアバターらしきものゲットしました。お、じゃあお着替えしてもろてですね。トントンさん、ありがとう、星どうも。そうなんですよね、オフショでもね。そう、もう幻ですね、ほんと。そう、なんでだろうね。ね、いいじゃないね、1枚くらいね。1枚ぐらいねって。奇跡のユニット、よかった、やった。ありがとう、嬉しい。そう、フィッティングした時に写真を撮ってもらったんですね。そう、別の話になっちゃうんですけど、そう、リセットの衣装全部フィッティングまあするじゃないですか。で、記念にね撮ってもらったんですよ、衣装さんに。その写真をアネビームに送ったんですよ、私。ユニット奇跡になったよっていう名前から伝えてあって、決まった時から。そう、それで奇跡のやつをフィッティングした写真を送ったんですよ。そしたらなんか手品師って言われて、すごいちょっとへこみましたね。そう、似合ってなさすぎて笑ってきて。そう、いやでもね、その時ね、まさかフィッティングがあると思わなくて、自主練習にね行った時に不意に撮られたやつだったから、そう、メガネかけてて、そう、頭ちょっと踊ったからボサついてる時に撮ったから、まあそうなったってことですよ。あ、奇跡の時ワカニャンとペアでニヤニヤしてたやろ。するでしょ、そりゃ。そう、もうね、あれね、すごいいい匂いしますよねって思った。これチャンチャンチャンってなんかね、後ろ、私が後ろでこうやってる時に、あ、いい匂いするなと思って。そう、手品師はその通りだけどなって。あ、お着替えしてもろって知ってる。ありがとう。ね、私でも本当にね、嗅覚がいいんですよ。だからね、そう、ハ
ハットをちゃんと投げれたからよかった。そう、あのね、リハでね、すごい投げちゃってね、すごい若菜に申し訳ないことをしちゃったのでそう、すごい遠くまでブーンって飛んじゃって、リハの時ね、そう、花道ギリギリぐらいまで飛んじゃって、そう、あわわわってなっちゃったんでね、よかったですね、本番は。そう、ハッとしたよね、ハッとだけにっていうことですね。それはね、ちょっと私思いついてて今言おうかなって思ったところだったので15点ぐらいです。ビーパップさんありがとう、輝き、パルパルさん神ありがとうございますそう、投げすぎですね、本当に15点満点いや100点満点です確かに勢いはあったけど綺麗に飛んでた、あーよかったまあそういうのもね、練習あるのみですねそうオタに厳しいいやいや、今日はねちょっと辛口採点ですよ。まあそういう時があってもね、いいでしょうそうね、よかったですね、やれてなんかでも一回きりだったけど、リセットは、そう、なんかまた出たいなって思いましたね、本当にそう、もうちょっとね、私が早く頑張ってたらもっと出られたのかなって思うと、ちょっと悔しいなって思った部分もありますね。まあそういう思いをね、もう今後はしないようにね、まあまずはここ点がね優先ですけど、目撃者とかね頑張りたいと思います。目撃者や、まずはここ点でも頑張るぞファイト、ありがとう、じゅんちゃん、どうも。もういい経験、いや本当にいい経験でした。なんかそう、本当に出れて、なんか自分でも得られたものがあったなって思ったし、そう、本当になんかただ出るだけだったっていうわけじゃなかったと思うので、すごい本当にね、こうやって機会いただけて出れて本当に良かったなって思います。うん、本当これはね、いろんな公演ね奇跡めちゃくちゃかっこよかった、ありがとうレア感もまたいい、あーなるほどねうん、ね、まあでも嬉しいです、衣装も着てみたかったし、そう、50分ありがとう。ということで壇上を読んでいきたいと思います。はい、13位の人から。13位は神崎正和さんです。12位はたかちゃんかもなしさんです。11位は AT6 さんです。10位は秀明さんです。9位はファニーデーさんです。8位は赤いグリフォンさんです。7位はヤスーさんです。6位はカナリアさんです。5位はシュウさんです。4位はサイノスさんです。3位はユウさんです。2位はともちゃんです。そして1位はドゥルルンドゥ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 ンバン、元隊長さんでした。おめでとうございます。の寿司、おめ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 、あれ、あ、あったあったあった、書きます、の寿司。ということでね、はい、ペン隠れてたおめでとう、みやびちゃんかわいい、ありがとう書きます。すごい今日ペンが滑らか、1、おめでとで、
神たかさん、神ありがとう、どうも。よし、1,2,3,4,5,6。好きな動物とかありますか？もうすぐ文章は書き終わるので、みやびよりなんかあったりする？うさぎ？いいですよ、今見たからパッと見たやつにしちゃおうかな。そのタイプのうさぎか。横向き。ちゆうさん、神ありがとう。まあいける、横向き。なんか関節がすごい。まあ可愛い、可愛いです。書けました。ドデン、おめでとうございます。あ、文字はこう読んでください、こっちこっち。ありがとうございました。うまくさん、ありがとう、ガミどうも。うさぎです、横向きの。ありがとうございました、ありがとう、おりごとう。お寿司、そう、あのお寿司はね、今日ちょっと書くスペースがなかったのでハートにしときました。スクショ完了、ありがとう、ありがとうございました。こんな感じでした。はい、ということで1位、おめでとうございます。おめでとう、壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。ということで最後にもう一回、明日の神レアタイム、こちらになります。よろしくお願いします。明日の神レア、これから22時から神レアタイムも始まるので、今日最後のよろしくお願いします。頑張ろう、えいえいおー。ということで、はい、おやすみやびです。またねー、ありがとう、バイバーイ。